ミラクルリニックスは、レッドハットエンタープライズリナックスをベースとして、サイバートラスト株式会社が、日本国内で開発、サポートを提供する国産の商用リナックスディストリビューションである。ミラクルリニックスは、2000年6月に、日本オラクル株式会社と日本電気株式会社が中心となり設立された、ミラクルリナックス株式会社により、オラクル社のリレーショナルデータベース製品である。 オラクルデータベースの安定稼働を目的に、企業向けの Linux d ストリビューションとして開発が開始された。2003年12月に Miracle Linux 社、Red Flag 社とで Miracle Linux をベースに Nanix プロジェクトが始まり、2015年までの10年間は Nanix プロジェクトの中で開発されている。2015年9月に Nanix プロジェクトが解散し、2015年10月に リリースされた Nanix Server ーー7イコールイコールミラクル Linux V7 より日本国内でサイバートラスト社により開発が継続されている。産業向け機器など OS の長期提供が求められる分野での導入が多く2020年10月の MIC 経済研究所調べでは産業用 PC のプリインストール版 Linux Distribution で ミラクルリニックスは57%のシェアとされている。ナニックスの表記はミラクルリニックスの製品名称の一部として存続している。ミラクルリナックス株式会社は2014年7月にソフトバンクテクノロジー株式会社が子会社化した。2017年10月1日付でサイバートラストと合併。 合併はミラクルリナックスを存続会社とする吸収合併方式であり、称号はサイバートラストに変更された。開発当初はオラクルデータベースに最適化されたリナックスディストリビューションとして大手企業に導入される。ナニックスプロジェクトの時期は中国、韓国のリナックスディストリビューターとアジアを中心としたグローバル展開を目指し、グローバルイズ部、 サーバーベンダーの認証を取得。ミラクルリニックス V1K まではターボリニックスベース V2K よりレッドハットエンタープライズリナックスベースに変更されている。2012年1月にリリースされたミラクルリニックス V6 よりレル5巻となっている。ありがとうございます。